それででではここでですね無期転換のメリットについいいいてて見ていきたいと思います無期転換のルールはですねこのスライドの通りなんですけれどもこの無期転換のルールの労働者から見たメリット使用者から見たメリットこれをですね全体的に見ていきたいと思います。まず無期転換労働者から見るとどんなメリットがあるのかというとやはりまずはですね安定ですね雇用の安定ができるということで意欲的に働くことができますよと。 まあ雇い止めとかの不安が解消されるからということですねそのことによって長期的なキャリア形成を図ることができます無期契約になるということはまあ、定年まで働くというような話になるので長期的なプランを練ることができますということですのでまあ、労働者側からすると無期転換のルールを活用してキャリアアップを図りましょうというような話になってまいります 他方で無期転換のメリットというのは使用者に回るよというお話なんですけれどもこの上のですねボックス2つの通りでして1つには意欲と能力のある労働力を確保しやすくなるよというお話になりますし他方ではですね長期的な人材活用戦略が立てやすくなると。 有期契約でいつその契約が終了するか分からないという状態から無期転換ルールが行使されて無期契約になるとですね長期的なプランが必要になりますのでまあ長期的な戦略が立てれるようになるとも言えますよということです。それに加えて下のボックスですけれども正規雇用の労働者や多様な正社員と言われる人たちに有期雇用の人が転換するとですね会社が助成金をもらえるということがあります。 このような助成金が活用できるパターンがありますので詳しくは厚労省のホームページなどを参照してください。